こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は名馬列伝をやっていくわよ。は、名 G1 馬じゃないの？タケデンバードで特別編として G1 馬に限らずに解説したんだけど、別に苦情とか来なかったし、それなら G1 勝ってない個性派な馬もいるし、G1 っていう枠を外してもいいかなって思ったの。まあそっちの方が面白い馬はたくさんいるけど。じゃあ大丈夫ね。週刊少年ジャンプの編集長も、面白ければいい。って言ってたし、ついに競馬ゆっくりにも面白さ至上主義の波が、で、今回はどんな馬を解説するの？前回は3回にわたって、昭和の死神、タケデンバードを解説して、重い事実がのしかかってきたけど、今回はね、ファンに人気があって、配当もでかいし、なんたって高齢まで安定して走った無事これ名馬の典型よ。おう、ピースフルね。その名もファスト立山よ。立山。立山は冠名ね。じゃあ早速解説スタートよ。まずファスト立山のプロフィールね。ファスト立山父、ダンスインザダーク母、メインゲスト母父、ターボアイス立東、安田勲厩舎馬主、辻幸雄もな勝倉、京都新聞杯、デイリー杯にサイステークス、父はサンデーサイレンス直後で菊花賞馬、その母、ダンシングキーは説明不要の名繁殖品馬で、エアダブリン、ダンスパートナー、ダンスインザムードと重賞馬を次々と出した。母、メインゲストは母がダイナアンバーで名前が示す通りに車代の馬だった。近親には有馬記念のアンバー車代、阪神山菜ステークスの伊吹舞神楽、スプリンターズステークス連覇の桜爆心王がいる。母父、ターボアイスは海外では凱旋門賞のオールアロング、日本では天皇賞、秋、であっと言わせたレッツウォーターキン。短距離重賞2勝のミスターボーイを出した守護馬で、競争時代は重賞3勝の身の上でフランス最優秀2歳牡馬を受賞。母父としては本場、ファスト立山、短距離重賞3勝のプレミアムボックス、アグネスパレードなどを出している。安田勲は騎手出身の調教師で騎手時代は谷野ムーケイと皐月賞、日本ダービーを制する。谷野ムーケイは谷の力の半径ね。調教師としては宝塚記念の名称怒涛を出す。予託馬主は馴染みの馬主が多く、名称の松本オーナー、立山の辻オーナー、サンライズの松岡などの管理馬が多かった。そして、この厩舎の主戦騎手なんだけど、センスは誰もが認めるんだけど、酒癖が悪く、調教に遅刻は当たり前で競馬関係者から非難ごうごうの安田勲の息子、安田康彦、穴馬を持ってくる騎乗に定評があり、代表的な騎乗は秋華賞で12番人気のブゼンキャンドルで見事直線一騎で勝利した騎乗だった。結局、安田康彦は酒癖や勤務態度が治らず、父からも半ば感動されるように騎手引退。その後コンビニで恐喝事件を起こし逮捕される。は、タバラみたいな騎手ね。近頃は競馬評論家として連載を持っているわね。お、当時の安田勲厩舎のお得意様、立山、のファスト立山、当然厩舎の主戦騎手、安田康彦が手綱を取り、9月札幌の芝1800メートルでデビュー。ここをクラシック牝馬重賞戦線で好走するマイネビータの2着に入ると、当時新馬戦を3戦使えたので、折り返しの新馬戦初戦を同じ舞台で3着、そして距離短縮した芝1200メートル新馬戦で、ファスト立山は初勝利を挙げる、後にステイヤーと呼ばれるファスト立山なのに、そして中3周で後に大波乱を演出する京都競馬場のデイリー杯にサイステークスに駒を進める、人気は8番人気。単勝オッズは 28.2倍、後の成績を見るとメンバーは小粒ではあったが、2番人気にはクローバークラブ末期の活躍馬、福島民放杯勝ちのスターエルドラードがいた。ファスト立山はこのデイリー杯にサイステークスを離さでホーマンウィナーを差し切って勝つのだが、この勝ち方がすごかった。なんと道中は今でいう横山紀弘騎手の別称であるポツン。と離れた最高峰で4コーナーを回り、直線だけで15頭をまとめて差し切ったの。これはすごいわね。鞍上の安田も、あんまり勝つ気なかったんですけど、と驚いた様子であった。いや、そこは諦めちゃいけないところだろ。騎手として。そして、関西の有力馬として暮れの大一番、2歳チャンピオン決定戦、朝日ハイフユーチュリティステークスへ舵を切る。しかし、前走の内容が評価されなかったのか。今回も8番人気、1番人気は京都にサイステークスを制し、
藤田からアンカツに乗り換わってダート王になったアドマイヤドン。2番人気は札幌2歳ステークスを地方馬の身の上で勝利し、中央に転球して必勝体制の四季場、山のブリザード。3番人気は慶応杯2歳ステークスの外国産馬、シベリアンメドウ。4番人気は後の G2 大賞のバランスオブゲーム。5番人気は後に NHK マイルカップ2着のアグネスソニック。少し小粒なメンバー構成ね。ここでファスト立山は前走で見せた競馬と同じく、最後方で最後の末足にかける競馬をしたが13着。おお、これは大敗ね。でも、上がり3ハロンは1位で1着とのタイム差は1秒も離れていないし、大外を回ったことを考えると、それほどでもない。ってとこ。そうね。それより、私としては大外回って2着の山のブリザードの騎乗っぷりがあれだと感じたわね。うるせえよ、おい。敗れたファスト立山は年明け競馬の新山記念に出走する。おお。デイリー杯と同じ京都競馬場ね。ここでいつもの最高峰から追い込んだファスト立山だったが、タイム差 0.5 秒の上がり3ハロン最速の7着といまいちな競馬だったわ。でも、ちゃんと自分の力は出してくれるのね。ちなみに1着はダービー馬でウォッカの父の谷のギムレット。おお、私の出資馬、サゼラックのお父さん。やめろやめろ、地方でダントツ最下位なんて知らないわ。そして2着にはその後重賞に連勝してしぼんでしまったチアズシタルク。10着には後にダイヤモンドステークスを勝つ、ナムラサンクス。12着には後にアメリカジョッキークラブカップのダンツジャッジ。16着に短距離重賞に勝するキーンランドスワンと朝日杯よりメンバーが濃いレースだったわ。まさか新山記念にダービー馬が出てるなんて。そしてファスト立山は皐月賞路線に進み、関西のトライアルレース、若葉ステークスへ、2歳チャンピオン、アドマイヤドンが圧倒的な人気を背負う中、ファスト立山は客室転換し、3番手追走から、逃げるシゲルゴッドハンドを捉えきれずに、2着に敗れる、アドマイヤドンは、ファスト立山と首差の3着だったわ。ちなみに7着に福永祐一騎乗のノーリーズンがいたわね。おお、続く皐月賞、ファスト立山は12番人気。前走の客室転換が嘘だったように最後方から末足にかけたが、不発。15着に敗れたわ。勝ったのはブレッド、ドイルに乗り換わった若葉ステークス7着、ノーリーズンであった。2着はミルコ、デムーロ騎乗のこちらも伏兵、タイガーカフェ。3着が1番人気の谷のギムレット。安城、Cの騎乗があれだった。4着は成田ブライアン3区。大宅フラッグ。5着は日本ピローイナー3区、メガスターダム。これは終われねえ。ファスト立山は地元、京都に戻り、京都新聞杯に出走し、若葉ステークスで見せた客室転換で中段から4コーナーで前を捉えて、差し切る、安定感のある競馬で重賞制覇、燃え尽きた圧倒的1番人気チアズシタルクに圧勝した。しかし本番の日本ダービーは15番人気で15着。今回は最高峰待機で最高峰ままだった。まだ上位とは力の差があるわね。1着は C から竹豊に乗り換わった谷のギムレット。NHK マイルカップでも敗れていたので嬉しさはひとしおだろう。2着は藤沢調教式も入りのシンボリクリス S。晩年の岡部が安城、3着はデザーも騎乗、待ち金赤月4着メガスターダム5着ダートの統一王者になるゴールドアユール。その他は6着にアドマイヤドン、8着にノーリーズン、9着山のブリザード、11着テレグノシスと2歳児に構想した組、皐月賞構想組はほぼ全滅であった。ファスト立山は菊花賞の前にデビューの地、札幌で夏の大レース、札幌記念に出走するが小馬の壁なのか、11番人気、13着。最高峰の競馬であった、1着はTMオーシャン。アドマイヤドンも出走していたがこちらは4着と構想していた。でも微妙ね。そして最後のクラシック。菊花賞。このレースである意味ファスト立山は伝説になるわ。え？一体何が？まず竹豊に乗り換わったノーリーズンが1番人気だったのだけど。このノーリーズンがなんとスタート直後に落馬。は？怒号が飛ぶ京都競馬場。竹豊は呆然と馬場にいる。そして、何を土地狂ったのか3歳馬ながら宝塚記念3着のローエングリーン、岡部、大宅フラッグ、太宰が狂ったように逃げる。は。
ごちゃごちゃ。そして、レース中盤でズルズルと前の大タフフラッグ、シンデレラボーイ、キーボランチと脱落していく。めちゃくちゃなペースで進行する菊花賞。これはどうなるの？って言ったところで時間が来たわね。は、ここまで来て。次回はファスト立山後編です。おう。それでは次回も見てください。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。